どうも、トランブルーです。今日は京急逗子線の逗子葉山駅を再現していきます。まず、一面一線の駅を作ります。次に、踏切、4分の1直線レール、伏線渡りポイントレール、車止めをつなぎます。伏線渡りポイントレールの次に、伏線曲線レール、踏切、坂レール、伏線曲線レール、直線レールをつなぎます。そして、Uターンレールを神武寺方につなぎます。続いて、横須賀線、逗子駅の誘致線、総合車両製作所の専用線を敷設します。最後に、逗子葉山駅の駅舎を橋脚と地下直線レールで再現し、車両を並べれば完成です。ここからは、走行動画をお送りします。